これが日本にしかないサムライマックだ。サムライ世界の侍の皆さん、こんにちは。スーパーサムライブラザーズのサムとライです。夢は日本の観光大使。はい、さあ今日は今日何というわけでね、今日なんと日本のマックでサムライマックってやつが出たらしいですよ。買いに行くっていうのと、はい、あとは結構世界の中でマックっていっぱい店があると思うんですけど、はい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 、日本独自のものとかも結構あるんで、その辺もちょっと紹介とかをするために動画を撮っていくんで見てください。はい、じゃあ今日もよろしくお願いします。はい、じゃあ続いてはこのマックポークを紹介していきます。じゃあこのマックポーク中見てほしいんですけど、大体もこんな感じでかなりシンプルな、おー、200円なんでめっちゃ安いっす。ちょっとあれっすね、葉っぱばっかりでなんかあんま見えないっすね。こんな感じになってますね。じゃあ食べていきまーす。うまい。もうちょっと内容があるコメントくださいよ。うまいんだもんなって。マックポークの特徴は、はいはいはい、この中に、まあ、ソースが入ってるんですけど、うん、でもジンジャーソースなんかな。なるほど、まあ、そのソースと中のこのポーク、うん、まあ、ベーコンと、うん、あとキャベツ、うん、がいい感じにハーモニー。なるほど、美味しいですね。ライはあのオーストラリアとかそういうところでマック食べたっていう話前聞いたんですけど、これやつ長くなる。ではね、こちらが照り焼きバーガーですね。中見ていくとこんな感じで、まあ、さっきのフォークとそんなに変わらないんですけど、見た目は味付けが違ってるのでそれを食べていきます。うん、うまいですね。うん、照り焼きって実際何たるものかっていうのを初めて見た方に説明すると、あの日本の醤油ベースのタレになんか砂糖とかみりんとかちょっと甘めの味付けをしたやつがこれで、結構甘いものが好きな人にはおすすめです。はい、続いてはこのエビフィレオ食べていきたいと思います。開けていきたいと思います。おー、中身見ていきます。これがエビ、シュリンプなんですけど、フィレオフィッシュのシュリンプバージョンということで、中はこれ何だ、タルタルのこれ何ソース、これオーロラソース的なやつですね。あー、オーロラソースね、うん、そういう系のやつですね。了解しました、ありがとうサム。いっちゃってください。はい、白ごまがね、いいですね。うまい。うん、結構エビがね、プリプリしてるっちゃうと、うん、下にね、マスタードが入ってて、はいはいはい、それがいいアクセントになってて、なるほど、すごい美味しい。どうやらこれ海外にはないマックらしいですよ。なんか言えよ。これがね、サムライマック1個目の名前忘れちゃった。これな、袋見たらなんかチーズとかベーコンとかそういうこと書いてあったんですけど、うん、ちょっと中身見てみましょうかね。はい、チーズがちょっと固まっちゃってんな。あ、こっちの方がいい。こんな感じで結構お肉が2枚入っててチーズがあったり、はいはいはい、あと玉ねぎありますね、うん、でもなんか普
普通じゃないですか。あ、でもなんか醤油っぽいし、あとこれもなんかジンジャーっぽい香りがしますね、うん、あー、いわゆる和風っていう。そう、すごいもうサムライブラザーズにぴったりなやつですね。なるほどね。これもう来たら絶対食べないといけないです。ただ期間限定っていうやつなんで、じゃあいただきます。お願いします。うんうん、これね、うん、今日一でいいっす。マジ？うん、まあ、結構日本のマックって、うん、なんかボリュームがないっていうことをね、はいはいはい、海外の人が結構ネットでなんか言ってるみたいなことあったんですけど、うん、あの食べた断面で申し訳ないですけど、うん、肉厚じゃないですか。結構本当だ、日本のものにしては結構肉厚で食べ応えがあるんで、はいはい、これ結構海外の方も食べやすいタイプかもしれない。なるほどね、うん、そしたらサムの評価は10点満点中8点。続いてはこのサムライマックの炙り醤油風ベーコントマト肉厚ビーフを食べていきたいと思います。おお。ちょっとなおお。ちょっとね、おお。あれ、こっちはね、肉1枚。あ、そうなんだ。で、ベーコンが3枚入ってますね。今日一のボリューム感じゃないですか、これ。すごいね。ボリューミーだね。トマト入ってから結構さっぱりいけそうでいいっすね。そうだね。これ。そしたら、食べていきたいと思います。お願いします。OK？ いってください。いただきます。どうですか味は。うん、やっぱりね、うん、すごいボリューミーで、うん、これね、うん、あの醤油とマヨネーズ、うん、はいはいはい、があの日本風の、確かに醤油マヨってあるもんね。醤油マヨ、うん、日本風のテイストになってて、うん、まあ、本当にすごい美味しいですね。なるほど。まあ、今日本に、ね、来ることはすごい難しいけど、うん、もし日本に来た際はサムライマック絶対食べてください。どうすか、アイさん。実際数字の面で言うと10点満点中いくつでしょう。10点満点中10点。うおお。ガーあれ、サムさん、はい、それケチャップないですか。ケチャップ、ね、店員にね言い忘れた。どうくださいって。え、店員さんに言わないとダメなの。あ、そうそう、日本のマックはなんか、うん、くださいって言わないともらえないんで。そうなの、うん、え、逆に違うの。日本に来た時はケチャップついてこないんで、皆さん、マジでケチャップ、うん、店員さんに言ってください。どういう風に言えばいいの。で、日本語で、うん、すいません、ケチャップください。 Repeat after some。 すいません、ケチャップください。ちなみに多分くださいって言うとおそらく一つになると思うんですよ。で、なんかさっきサムがライからこう聞いた話だと、うん、オーストラリアだとなんか5、6個ぐらい来るみたいな。来たね。でしょう、うん、多分普通にくださいだと1個なんで、うん、5、6個くださいぐらいの、いっぱいくださいとか。じゃあいっぱいくださいバージョンで。了解です。 Repeat after サム。すいません、ケチャップいっぱいください。はい、ごちそうさまでした。ござす。というわけでね、食べてきたんですけど、サムライマックとか基本的にあの醤油ベースのものの味付けなんで、うん、あのマックとはいえど割と日本感が楽しめるものだと思うんで。そうだね、うん、日本に来た時とかあのぜひもしあったとしたら、あの照り焼きなんかは常に君たちを待っているので。照り焼き本当に美味しい。はい、日本に遊びに来てくれること、まあ、そういう侍が増えることを願っております。はい、以上サムライマック編でした。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。